もバーチャル冒険者キズナアイです。慣れてきましたよ、アバベルでの生活も。今日はですね、目標3階層をクリアすることです。ジャバボックを倒すことが本日の目標です。あとはですね、なんとありがたいことに前回も私のブロマイド好評でしたので、アバベルオンライン内取り下ろしブロマイドメッセージ付きを今回もやります。キーワードどこかで言うので皆様お見逃しなく。じゃあ早速、まずはですね、冒険に出る準備をするわけですが、いきなりこういうすごいやつが出るガチャとか引いても今の私のレベルでは使えないということで、1日1回無料ガチャだったりとかね、ログインボーナスしっかり取って強くなっていきますよ。はい。そして残念なことに持ち物がいっぱいなんです。今までちょっとうったりしてたんですけど、こう強化した方がいいっていうことなので、武器とか結構ね、あの手元に、今ここどこにいるんだい私は、あ、分かった。こう武器とかを武器と武器でこう合成して強化していくことが大事だということなので、持ち物を減らすため、強化するために私は行くぜ。ヘイユリ、強化で今装備してるのがこれかな、メイプルワンド。これをこのね、ナイフ系ね、多分ねあんまいらないんで、今はマジシャンなんでね、じゃあロロロロロンって感じなんで、これで強化、ほい、強くなりましたよ。あとは防具もね、やっぱり欲しいですね。今ダイレクトアタック状態なんで、所持金が少ない、これしか買えない。購入、バンダナで頭守れる、まあ何もつけないよりねマシですからね。装備、今装備なしなんですよね、丸裸です。あ、受け取らないといけないんですかね。あ、できたできた。あれ、バンダナ持ってますよ、バンダナ持ってますよ。はい、いやコレクターなんでね、ついつい収集しちゃうんですね。でスキル増えました、じゃじゃん、かっこいい。これで準備はバッチリだ。よし、ということで行ってまいる。聞いてくださいよ、私いちいちこう何階層とかに行くのに一生懸命歩いてたんですよ。でもですね、ここに優しいセリシーちゃんがいまして、この子にお願いすると、あー現金ないですね、ノーキャッシュ、歩いていきたいと思います。と、私のこと知らないけどアバベルの動画見てくれたみたいですよ、やったー。あれ、顔文字打ったんですけどハテナになっちゃった、まあ、そこはご愛嬌ということで、よしよし、嬉しいですね、頑張ろう。クエストで頑張っている姿を見せなければ。鉄の破片収集しますよ。おい、このブルックを倒せばいいんですかね。私の新しいスキル、あんまり効果がないようだ。おや、え、どれ倒したらもらえるんだろう、こっちかな、うん、この豚さんかな、やっぱり。おいブルック、おいおいブルック、あ、やめて、あ、ブルックだ、ブルックを、おや、そう、このねスキル結構強い、いい感じです、かっこいいし、ブルック、よし、一撃スキル使ってやると早いですかね。ほい、誰も会えた、よし、せいや、お、攻撃する前に撃てた、そういや、不意打ち、
そうそうそう。あと4つ。あ、でかい、でかい。こいつはちょっとやめとこう。どうせ多分後でクエストで倒すことになるのでしょう。あと1個だ。いいぞ。えい。お、お、いけたいけたいけた。で、報告しに行く。どやー、てってりーん。あ、レベルアップ。で、また受ける。職人の版もどうやったらもらえるの？ちゃんと読まなきゃいけませんね、概要。拠点の道具屋までお使いに行きます。行ってきます。じゃあとりあえず報告だけね、先にしちゃって。ケール聞いて、ケール聞いて。てってりーん、てってりーん。ドヤ顔。あ、解放クエスト。これが私の目指しているクエストだな。ちょっとこれに向けてね、ちょっととりあえず剣を取ってあげ、行ってあげましょう。見つけたぞ、道具屋さん。覚悟。これで購入。これであとは届ければ完璧ですね。今お金に余裕があるので、テレポート的なこともできちゃう。お金がある毎日。なんて素晴らしい。あ、せっかく人がいっぱいいるし、認知度調査してみまーす。私のこと知ってる人を挙手。ポッポッポッチーン。あ、いた、いたいたいた。ありがとう、知っててくれてありがとう。もう一回いきますよ。私のこと知ってる人踊って。私は踊らず。へえ、あ、踊ってくれた。まだまだ頑張らないといけないですね。まあ、でも一人でも知ってくれてること自体が進歩ですからね。あー、そのアバターいいな。だって甘いな君たち。あー、待って待って、ひれ伏してくれてる。あ、やばい、私モテてる。でも実はアバターじゃなくて絆愛なんだよな、私なんだよな。いいぞ、君たちありがとう。訓練されてるね。へえ、シン。え、ちょっといい感じじゃない？スクショ撮っとこ、スクショ。え、ちょっともう一回だけ聞いてみよう、もう一回だけ。こんなにだってモテてるんですよ。私のこと知ってる人踊って。あ、増えた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 、すごい。あ、本当に会えると思わなかった。うーん、会えちゃうんだよな。ありがとう、嬉しい。あ、結構踊ってくれてる、すごーい。やったー、ありがとう、嬉しい。じゃあちょっとみんなに癒されたところでレッツ出発、行ってきます。ありがとう、ありがとう。冒険に行く前に、今の私ではちょっとギリギリなのでね、しっかり装備を揃えていきますよ。解放クエスト行くぞ。開始。あ、え、やばい。え、結構なデカさですよ。あら、こんにちは。あら、あら、どうも。あら、ま、え、え、今なくなったんですか？何が起きた？何が起きたんだい？やだやだやだ。よしよし。あ、こういう。あ、よし。あ、ダメダメダメ。あ、食らってる。ほい。あ、尻尾。ちょっとやばめですかね。ちゃんとね、ローリングしてかわしながら。やばい。あー、違うぞ、そっちじゃないぞ、やめとくれ。あ、あ、避けれてる。いい感じ。私今どこ？あー、尻尾や
ちょいちょいとお兄さんや、ちょっと暴れないで、やばい。この子供たちも地味にやばい。君体力減ってる？あ、減ってるね。あ、当たってないよ。いいですよ、いい感じだぞ。私、あれあれ、どこ入った。あー、へい、あ、いい感じ、いい感じ。飛ばさないで、雪だるま作ろう。ドアを、あ、いけた、あ、あ、倒せた。あ、あ、でもこう地味にこう周りからの攻撃が、やめてー、お母さん、お母さん、お母さん、お父さんだった、ごめんごめんだけど攻撃しないで死んじゃうよ。あ、いい感じ。ゲームのセンスありますね。いやー、見事な快進撃でしたね。やっぱり下準備大事です。このバッチリな下準備があったからこそ割とサクサクジャバウォーク倒せましたね。で、ちょっとあまりにこうのめり込みすぎて忘れていたんですけども、今日のキーワード、ひらがなで踊ってです。ちゃんと踊ってって入れてコメントしてくださいね。いやー、でもまあここら辺まではね、まだこう肩慣らしというか、こう結構楽ちんなんですけど、やっぱりこう敵がね強くなってきますから、レベルも30超えてくるはずなので、ここからが本番ですよ。ちょっと気合い入れてもうちょっとね強化して頑張りたいと思います。あとギルドもそろそろ用意できるはずなので、皆さん楽しみに待っててくださいね。よかったらギルド入ってくださいね。それではまたお会いしましょう。バーチャル冒険者キズナアイでした。またね。君たち近いよ。モテモテか私。ありがとうありがとう。求愛されている。またね。